はい、FM リューシン堂 DJ のリューシンです。第4夜目でございます。で、野村、清原選手と、覚醒剤の問題についてお話しさせてもらっております。で、野村、次にですね、野村選手の方に話をちょっともう一回戻したいと思うんですけれども、この方が一回、2006年に、覚醒剤使用で逮捕されているんですけれども、最近ですね、その清原選手のニュースの関連として野村選手の方にメディアの方でね、取材が行っている映像を拝見いたしました。その中で思ったのが、覚醒剤やるとどうなるかっていうことがものすごくよく出ているなというふうに思いました。これどういうことかというと、まずね、もう顔が全くもう表情が全然違う。これはね、僕もよくわからないんですけれども、もう人として落ちてしまったっていうね、顔です。顔つきがもうね、ちょっとおじいちゃんになりかけてる。顔が老けちゃって、で家の中もね、もうゴミ屋敷になっちゃって、本人がね、ヒゲも剃らないでね、ヒゲボーボーなんですよ。ホームレスっぽい見た目がね、ホームレスっぽくなっちゃってるんです。で、覚醒剤をやるっていうのは、本人の体もそうだし、心もそうだし、精神状態も全てボロボロにする。人間性を破壊してしまう。社会的な信用も失ってしまう。で、この野村選手、メジャーリーグでプレーしたこともある一流中の一流選手ですよ。でも彼がその野球選手としてね、引退した後に、自分の地元の高知にね、帰ったらしいんですけれども、高知県に。で、そこで野球教室をやろうっていうことになったみたいですよ。だけれども結局教え子が集まらなかった。それで野球教室やってないんですよ。で、そうなんですよ、そういうことなんですよ。じゃあその自分がね、親の立場だった時に、麻薬やって捕まった野球選手のとこに自分の子供を教えに行きますかっていうことですよ。いくらね、いくら野球ができても、人の道を踏み外してしまった人から、何か自分のね、子供を安心して預けようって思うことができますか？やっぱこれは親としてもね、相当不安もあるし、やっぱちょっと預けられないなっていう、ことが結局、今結果として見えてるんだと思います。結局だから野球教室は今もできてないわけですよ。それで、その中でやっぱりちょっとね、僕もすごい心が痛かったんですよ、その映像を見てて。その野村選手にね、野球ボールをね、渡して、取材班の方が野球ボールをね、野村選手に渡して、で、野村選手もね、ちょっと投げてみようか、みたいなのでね、投げてみるんですけれども、もうね、本当にひどいんですよ。何がひどいって、この野村選手っていうのは、投手なんですね。投手。ボールを投げる人ですね。打つ人じゃなくて、ボールを投げる人なのに、その、取材に来た記者さんの、ミットのところに、正確にボールがもうね、入らないんですよ。それでね、どっか違うところにね、ボールがポーンって行っちゃうんですよ。これがね、メジャーリーグまで行った野球選手のね、投げ方かと。こんなに変わってしまうんだ。ショックでしたよ、これ見た時に。スポーツの経験ある方ならわかると思うんですけれども、スポーツでももう本当プロレベルになると体が覚えてしまってるので、スポーツしばらくやってなくてもね、普通一般人以上のね、能力でね、できるんですよ。普通は。だけどね、もう、野球やったことない人かのような、もう、ボールが、
ボールが相手の人のところまでも行かない、大ショックですよこれは。だからいかにね、僕今回このなぜ清原選手のテレビ報道をなんでこんなにやるのかっていうのを考えたんです、僕なりに。で考えた結果、やっぱり一つはもちろん、もちろん一つにはね、野村選手っていう超超大物のね、有名人が起こした事件だということで、メディアからすればそれが話の種になる、飯の種になるっていうことももちろんあると思います。だけどもう一個はね、やっぱりちょっと警察的なね視点かもしれないんですけれども、覚醒剤撲滅キャンペーンですよこれは。本当に覚醒剤やるとどうなるのかっていうことを、メディアがね教科書のようにしてね教えてくれてるんだと思います。僕はそういう風に捉えてねこのニュースを見ているわけですよ。まず友達がなくす、家族なくす、社会的な信用をなくす、脳みその中が壊れる、体が壊れる、心が壊れる、精神が壊れる、お金もなくなる、すべてを失うわけですよ。本当にこれは文字通り言葉通りすべてを失うわけですよ。だから絶対覚醒剤やっちゃダメっていうね、これはヒントだと思います。ヒント、もちろんね、僕もそうですし、リスナーさんもきっとそうでしょうけれども、覚醒剤なんてねやりたくたってねやれないわけですよ。どうやって手に入れていいかもわからないし、入手先もわからなければ、でこれ買えないぐらい高いでしょ。本当にやろうと思ったらタバコとかの日じゃないよね。だからやりたくてもやれないんですけれども、もうこれはね絶対やっちゃダメっていうことなんですよ。絶対にやっちゃダメで、やっぱりもう一つ僕が大きいと思うのは、このね清原選手とかこの野村選手だけを責めちゃダメなんですよ、この日本の社会では。でそうじゃなくて、この覚醒剤を持ってる人、売ってる人、もうちょっと言うと製造してる人で、それを組織の力を持って拡散させたり広めて売っている大元、全部これ許さないよ。この日本社会は覚醒剤っていうのを許さないんだよ、絶対許さないっていう、メッセージとしてやっぱり今、メディアが熱心に放送しているのかなと。もうちょっと言うと、覚醒剤許さないだけじゃなくて、覚醒剤をやっている人は許されないんだよ、つまり決してねもう社会に戻ってこれないんだよ、社会から信用されることはないんだよっていうことなんだよっていうのを、よくよくね皆さん覚えといてくださいねっていうことだと思います。まあちょっとまだまだ話足りない部分はあるんですけれども、かなり今回ちょっと特集みたいな感じで長く話してしまったので、今回はここら辺で終わりにさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。失礼いたします。もしよかったらチャンネル登録をお願いいたします。